さて、どこから戻りますかなといったあたりで、一つずつ潰していきましょう。青いところがエンド。もうこの時点でアンナを探そうが、ダメだったのか？ここどこだ？あ、魔力操作の練習だ。懐かしい。俺この時、アンナちゃんの体を触って、ニヤーとしてたな。そうだ、つっついてみようとか、確かそんなことをしたような気がする。で、意地悪でバスケットボールにしたんだけども、バレーボールにしてみようかな。いや、バレーボールだと軽くてそこそこの大きさでって感じで安直なんで、ソフトボールにしてみよう。うん、これにしよっと。ボールをまたたまたまと持つと、僕はアンナの元へと戻った。お待たせ。まずはこのアイスティーを使って、ブハーボール。やっぱり着替えた方がある程度一緒かな。全然体を動かしたりしないから大丈夫だよ、平気だよと。ここら辺は大体一緒だね。わかった。ちなみにフロー、あ、まあ戻ることもできるけども、好印象バッチリ。好印象、ここのこの先かな。まだあったっけ選択肢。ボールが、うん、光ってきた。魔力の膜見たところは、私じゃあなんでボールに。ああ、なるほど。ここはそのままの選択肢の回答があれ書いてあるんじゃなくて、いくつかのこの分岐というか、あるんだね、その好印象になるかどうかっていうのが。サイズが小さいから、目で見えているからが正解なんだろうな。それは目に見えているものの方がイメージしやすいからだよ。自分のうちにある魔力が自分の周りを包み込むイメージをすることでベールはできるんだけど、自分って見えないからいきなりイメージするのは難しいからね。鏡で自分のこと見るとかはダメ？鏡で見ても見えてる位置と実際に包む位置が違うから、確かにやっぱり難しいと思うよ。だから最初は物を実際に持って包み込むイメージを練習するのが一番んだと思う。そっか、この魔法を極められたらチャームを抑制できる。でもチャームの魔法がうまく扱えないのに、ベイルの魔法をうまく扱えるのかな。さあ、今回はどんな風に進むかな。ベイルは魔力を外に放出してるわけじゃないから、ここら辺なんか見たような気がするぞ。え、でもボールを包み込んで、これどれだろうね正解。これ違うな。さっきと同じだもんね。何と言っても見えてるからね。うん、見えている方がいいんだよ、いろいろと。適当。なるほど、ありがとう。これ違うかな。こう、はい、左手は添えるだけ。シュッ。ここでアドバイス、いや、見守った方がいいかな。アンナ、できてない。いや、アンナちゃんすごいよ。ちゃんとできてる。え、全然何も変わってないけど。今の全然がすげえかわいい。大丈夫。薄いけど、ベールがボールを包み込んでいるよ。そうなの？全然わかんないけど。なんかちょっとジェンジェンっぽく言ってるのがすげえかわいい。これできっとチャームも大丈夫だよ。本当？うん、じゃあ次は自分の体を包み込むイメージで。体を包み込む。ああ、アンナちゃんを包み込みたい。ああ、危ない危ない、まだ早いね。おい、すごいよアンナちゃん、ベールはちゃんとできてるよ。アンナすごい。すごい。リン、今の以下略感じます。あれ、これね、すごくない。一緒だね。チャームの力が強。わかった、頑張る。じゃあこれは、ありがとう。一人で。一緒っぽいね、さっきと。またね。まあこんなもんだろう。あら、お疲れさ。なん、エル様の料理はとても美味しいので、すっごくすっごく楽しみです。早く帰りましょう、寄り道禁止令です。ちょっと変わったね流れが。走って帰る、普通に帰る、寄り道しよう。ごめんリン、その前に少しやりたいことがあるんだ。で、
あーごめんごめん、なんかちょっと変わっちゃってたな。ここら辺までは一緒だね。で、賞味期限の近いものから使いたいし。そんな一体何をする予定なんですか？今のうちにアンナちゃんのことを調べておきたいんだ、エル様。だからごめん、夕食はもう少し待ってて。はい、そういうことなら大丈夫です。納得。我慢します。えらいぞリン。でもなるべく早くしてくれると嬉しいです。はいよ。うん、そうするよ。どこで情報を集めようかな。図書館は情報のね倉庫っぽいけども、あえて教室行こう。普段行かない教室棟に行ってみようか。本で調べるのも考えたんだけど、こういうのはファンに聞いてみるのが早いかなって。なるほど。人間界の雑誌は多少脚色されていますからね。あ、そっか、雑誌に載ってるか。でもそうそう、雑誌は嘘も多いからってこともあるからね。行き先も決まり、キビスを返して校舎へと向かう。この時間に教室に残っている生徒はいるのだろうか。かろうじて残っていた数人から得た情報に目を落とす。身長に体重、生年月日、出身地、それと何組にいるのか。あれ、3サイズとか性感帯は調べられなかった？正直大した情報は手に入らなかった。やっぱり本人に聞く方がいいのかな。でもどこにいるんだろう。僕はふと外へと目を向ける。仲のいいクラスメートが部活動の真っ最中だった。そういえば彼もアンナちゃんのファンだったっけ。そんなことを考えていると、ん？エル様、どうかされましたか？いや、今空から女の子、いや空から何か落ちてきて、ちょっと見に行ってみよう。親方？空から何？それは真っ白なノートだった。ああ、黒だったらねデスノートなんだろうけど。中庭にポツンとそのノートはあった。こんなところに落ちてるのに、なんで誰も気づいていないんだろう。多少ですが魔力加工が施されていますね。ほう。魔法適性がないものには認識できないみたいです。なんか魔力を持つやつが意図的に落としたのかな。そのノートを拾い上げる。白地に黒い文字、これは魔族の文字。今の人間界にリン以外の魔族は呼び出していない。あら、魔族の住処である異界の扉は閉じたままのはずなのだ。ならばこのノートは一体誰がどこから。魔族文字は久しぶりだな。ちょっと読んでみるね。これは命を授けるノート。あら、デスノートと逆だね。ノートに名前を記された人間は体の異常を解決し健康となる。書いて、それを俺の名前も書いて。すでに命を宿さない君には、ものには間違えた、フォントが可愛いからさ読み間違えちゃった。ものには効果はない。死者を蘇らせることはできない。名前の後に人間界単位で40秒以内に病名を記すとその病を治す。中二病とか書いてもらうか。病名を記すとさらに3分詳しい、ほんとデスノートだこれ。詳しい病状や他の病名を記す時間が与えられる。なるほど、中二病って書いた後にそのなんかリウマチとかいろいろ書けばいいのね。病名を書かなければそのものが抱える最も重い病を治す。ほう、なるほど、恋の病とかかな。名前を記す際、対象の顔を認識していなければならない。故に同姓同名の人物に一遍に効果は得られない。うん、まさしくどこぞやのノートと一緒だから、とてもルールがわかりやすいね。このノートは人間を救うためのものだった。信仰を目的とした魔族がなぜこのようなものを作ったのだろうか。試しに作ってみる？本気ですか、エル様。仮にも魔力がこもっている本ですよ。でも直すだけでしょ。本気だよ。もしもこれが本当だったら平和な世界征服に一歩近づけるでしょ。リンがしぶしぶうなずく。じゃあ決まり、一旦家に帰ってから作戦を練ろう。どうやらこの本は生きている人間に対してのみ効果を発揮するらしい。人間でない僕やリンに対しては意味のないということだ。ああそうなんだ。それ以前に僕たちには風邪や病といった概念がない。ああ便利、羨ましい。身体能力だけは人間レベルにしているだけで中身は別物だ。つまり試すためにはその対象が必要だった。
病気の人間がいる場所、やっぱり一番は病院だろうけど、面会でもないのに病院に入り込めるのかなって。人間なら追い返されてしまいますが、私たちには魔法があるんですよ。なるほどなるほど。認識阻害、認識阻害があるといっても人が少ないに越したことはない。もし忍び込むなら今の時間がベストのはずだ。よし、今すぐ行こう。病院に忍び込んだ後、僕たちは数人にノートを試した。結果だけ言うなら、本物だ。意識のなかった人間が途端に目覚めた。そして治癒魔法では治せない心の病を治したのだ。あ、じゃあ中二病とか恋の病とかいける？リン、この魔法は本来は勇者側の魔法だよね。私も存在しか知りませんでしたが。このノートの文字は魔族の言葉が使われている。しかし込められた魔法は魔族には使えないのだ。そのものが抱える闇を浄化する最高位の浄化魔法、魔族が扱えば自身を浄化し消滅させてしまうほどの。このノートに記された制約の一つ、人間に対してのみ効果を得られるという点。これが真実でなければ今頃は僕も危険な状態だっただろう。僕はこのノートを使えば世界を平和にできる、新世界の神となる。エル様、それは分かってるよ。病を消して人を救う、そう、この行為は決して魔王らしいことではない。僕がしようとしていることはまさしく勇者のそれだった。だけどこれを成し遂げた暁にはきっと僕は世界中から称えられるはずだ。でも明るみに出ないんじゃないのかな、信じてもらえなかったり。それは世界征服と言ってもいいのではないだろうか。僕は決心した。このノートがあればきっとできる。僕はこの世界の神になるんだ。新世界を作り出す神に。ふーはははは。あれー、なんかすごくハッピーエンドっぽいけど全然違う。こうこうで分かれるのか。ようやく放課後で、あ、でもここでの印象いい方を取っておかないと、この帰り道とかのルートが出ないと。じゃあまずアンナのことをどこで調べるか、図書室に行きましょう。やっぱり調べ物なら図書館だよね。エル様、図書館にはアンナの情報なんてないと思うんですけど。マジか。そうでもないんだよ。ここブリジッタ高校にはたくさんの図書館があってね、雑誌だけを置いている図書館もあるんだ。へえ。モデルのアンナちゃんのことを調べるなら持ってこいでしょ。さすがです、エル様。そうと決まれば早速向かいましょう。ジャンプとかも置いてるかな。授業おしまい。かわいい。そろそろ帰ろうかな。かわいい、かわいい。これは心の声かな。優しい人だとは思うけど、私を信用させるための魔王の作戦だったり。ここボイスがないね。これは入れ忘れ、収録漏れかな。それとも収録し終わった後に全部見返しててもう一分入れたくなって分だけ入れたとか、どっちだろう。もうちょっとだけ勇者様だと確信できることがないか調査は続行しないと。まあ、仮にね、ここまだ収録なかったとしてもここだけまた入れてもらうなんてのね、できないだろうから、そういうところは難しいよね。ロンニョー、甘えん坊さん、こんなところで俺の出番が来るとは。それそれだな。あ、くんかくんか。もう少しだけ。あ、そう言ってアンナはあ、目を抱き上げる。あ、目は満足そうに目を細めるんだな。よしよし。ほう、ふわふわもこもこ。目の毛並みを堪能してると、あ、当事者としては強い風が駆け抜けたんだな。なんかウィンドが通り過ぎ、静寂が訪れる。あ、その刹那。あ、
あれ、アンナの体は自由を失い全く動かなくなった。どうした？にゃにゃにゃあ、まさかこの猫魔族とか。抱きかかえていたニャンチュはアンナを軽く蹴って飛び出す。あ、どうして。あ、また別の人か。背後から誰かが近づいてくる気配を感じる。振り向くことはかなわず恐怖が侵食する。アンナは思わずギュッと目を閉じる。神谷シェルは魔王だ。へえ、誰かからの耳打ち。誰だ。よし、どこから探そうかな。その時ふと隣に置かれている雑誌が目に留まった。月刊マーむーパロってる。昔から発行されている由緒正しき魔導雑誌だ。そういうのがあんだ。魔王、魔導の魔ね。その表紙には黒い太陽と書かれていた。なぜか僕は吸い込まれるように月刊マーを手にした。黒い太陽。黒い太陽によるジェクト族の危機。ジェクト族は私たちは想像もつかないような特殊な能力を持っている民族だ。あ、じゃあ今アンナに近づいたのはこのジェクト族かな。信じがたいことだが、いわゆる魔法のようなものを扱えるようだ。呪術みたいな。そんなジェクト族の村は黒い太陽の出現によりほぼ壊滅状態となった。我々は現地に足を運び取材を行ったすべてを嘘偽りなくこの本に記す。藤原博士とかに探検に行かせたいね。気をつけろ気をつけろって言いながら探索しそう。ただのオカルト本でもジェクト族ってどこかで聞いたことが。ジェクトって言われるとどうしてもあのティータの父ちゃんが浮かんでくるね。エル様、そんな本よりもアンナのことについて調べましょうよ。ただいま。おかえり一人暮らしであるアンナのその声に答える者はいない。ごめん、答えちゃった。殺風景な部屋だ。家具は少なく、実際窓際には黒く塗りつぶされたキャンバスが置いてある。黒く塗りつぶされた。アンナは考える。あの現象、あの言葉の意味を。アンナがジェクト族？そういうわけじゃないかな。エルが魔王だったら私は。暗い部屋。日はすっかり暮れているが電気はついていない。月光だけが部屋を照らす。そんな中アンナは膝を抱え座っていた。手元にはいつも大事に持っている写真。5歳の時友達と撮った写真。二人で雪だるまを作った。人生で一番楽しかった。でももうこの風景は存在しない。あ、壊滅しちゃったってこと？その風景のある場所は絶対に許さない。あ、怖いよ文字変わるの。え、エンドになっちゃった。へえ、なんか続きそうだったのにね。じゃあリンの晩御飯を作るために走ってみよう。エル様の料理はとても美味しいのですっごく急ぐのだからこそ走る。あの本草の本でバキみたいに、小杖とセックスする前のバキみたいに走る。じゃあ運動も兼ねて走って帰ろうか。あ、リンは飛んでるから運動にならないかな。いえ、飛ぶのも歩くのと同じぐらい疲れますよ。そうなんだ。まあ、悟空たちも武空術覚えたての頃疲れるって言ってたしな。そうなんだ、知らなかったよ。授業はしまい。体育館は使われていたからとりあえず中庭に来ちゃった。さっきと同じかと思ったらちょっと変わったね。よし、頑張るぞ。頑張るぞいって言いたいんだろうけども、ちょっとやめといてうにしたのかなそういうわけじゃないかな。頑張るぞ、かわいい。できてる気もするけど、これでできているのかな。やっぱりレッスンってのもね、人に見てもらってその人にね判断してもらうっていうところがね強いからね、一人だとわからないってところもあるからね。もしできていても声を出しながら丸く操作ができるようにならないとだよね。うん、ちょっとやってみようかな。私はあーんな、私は
かわいいな。わー、どうした？急に足元に触れた何かの感触に思わず悲鳴を上げた。あ、これ猫か？にょにょん、なんだ、猫さんか。にょんちゅうだにゃ。びっくりした。にょん、おにょん、猫さんかわいいね。にゃーにゃ、よしよし。あれ、なんだかどっと疲れちゃった。慣れない練習したからかな。そろそろ帰ろうかな。お疲れなんだにゃん。あ、あれはエル？お、走り出す前のエルを発見した。あんなに急いでどこに行くんだろう。あ、ここもボイスがない。そういえば勇者様か魔王なのかわからないままだった。優しい人だとは思うけど、私を信用させるための魔王の作戦だったり、もうちょっとだけ勇者様だと確信できることがないか調査は続行。今日の練習は終わり。勇者様って言われるとぐるぐるオフと思い出すな。猫さん、バイバイ。バイバイだにゃん。確かこっちの方に行ったと思うんだけど。エルの後を追いかけていたアンナだったが、完全にエルを見失ってしまった。しょうがない、今日は帰ろうかな。しょうがない。あれ、ここってどこだろう。あらあら、辺りを見渡す。見覚えのある建物はない。どうやら道に迷ってしまったようだ。そうだ、スマホで調べればいいんだ。電池切れかな。やっぱり。アンナはスマートフォンを取り出す。しかし画面には充電切れの表示が出るだけであった。どうしよう。アンナが途方に暮れていると何者かに肩を叩かれる。え？あっ。突然のことに驚き慌てて振り返る。アンナの肩を叩いたのは見覚えのない男であった。さっきのあれ、あいつか。その男の目には正気がなく、アンナを見つめている。あまりの不気味さにアンナは後ずさる。あの、すみません、何かご用でしょうか。アンナの声を聞いても一切反応がない。さらにその男の後ろには何人もの人が集まってきていた。何この人たち。信者かな。まるで操られた人形のようにゆらりゆらりと距離を詰めてくる。あ、もしかして意識がない。アンナにはこの症状に見覚えがあった。チャームしちゃった。これって昔マネージャーに強いチャームをかけちゃった時に似てる。それとも別の人間がそいつらにチャームかけた。強いチャーム。あ、もしかしてさっき中庭でびっくりした時に魔力を暴走させちゃってたのかな。あ、これがこの前やってたルートに繋がってんのかな。それが原因だ。これが原因だったのかな。そう考えている間にも人はどんどん集まってくる。とにかく今は逃げなきゃ。あ、そういえば住宅の方にいたような気がするね。アンナは男がいる方向と逆方向に走り出した。がむしゃらにアンナは走った。あちこちに何人も意識なく近づいてくる人たちがいた。その度にアンナは人がいない方へ走った。体力の限界に近づき、そしてアンナが行き着いたのは、嘘でしょ、袋小路となっている路地の奥であった。できた。もうお腹ペコペコですよ。お前、今日の晩ご飯は何ですか。あ、これ急いで帰らなければアンナがね、会えたんだろうな、さっき。でもちゃんと繋がってるんだね、他のルートとも。今日はね、ごちそうさまでした。お粗末さまでした。そういえばエル様、アンナですが何日間で愛の奴隷にできそうですか。それどころじゃねえんだぞアンナ今。まだ何とも言えないかな。アンナちゃんの情報がまだ全然ないからね。とりあえずテレビジョンで何かやってないかな。僕はテレビのリモコンを手に取ると電源を入れた。電源ライブがプリン、画面が明るくなる。そして画面が映し出される。
速報です。人気モデルのアンナ・ミーシアさんが路上で意識を失っているところを通りかかった人が発見し、近くの病院に搬送されました。なお目立った外傷はなく、警察はエル様。次のニュースです。動物園でアシカの赤ちゃんが生まれました。アシカの赤ちゃんはタローマルと名付けられ、今後はこの動物園だが水族館の目玉となる予想です。早く行かなきゃすまん、変なところに唾がいや、こうカットしろよって話だよな。しません。この辺りに病院は一つしかない。僕は急いで家を飛び出した。その病院は僕の家から走っても1時間以上かかるほど遠いところにあった。着いた時には19時を過ぎていて、病院の前には人だかりができていた。ねえリン、何か騒がしいけど何があったんだろう。あの人たちは大変です、エル様。深いチャームにかかっているようです。じゃあもしかして。おそらく全員がアンナに向かっていると思います。ファンが心配で来てるとかじゃないんだ。大変だ、早く助けに行かなきゃ。待ってください、エル様。アンナを助けるために能力を解放しようとした僕をリンが引き止めた。このまま放置すれば勇者の末裔の血を断つことができますよ。お前根っからの魔族。何言ってるんだよリン、そんなことして何の意味があるのさ。僕の計画を思い出してよ。それはもちろん全人類を愛の奴隷に。そう、全人類を愛の奴隷にする。その中にはアンナちゃんだって含まれている。エル様、わかったでしょ。もう僕は行くよ。待ってください、ここは私にお任せください。お、リンの魔法で集まっていた人を次々と眠らせ、僕たちは病院の中に入った。病院の中では全ての明かりが消え、チャームがかかった人が多くいたが、それらもみんなリンの魔法で眠らせていく。そして僕たちはある一室の前にたどり着いた。その前には今までとは比にならないくらい大勢の人が集まっていた。エル様、この中からかすかにですが魔力を感じます。おそらくアンナはここにいるかと。急いで助けなきゃ。リンはうなずくと今までよりもさらに早く集まった人を眠らせていく。そしてあっという間に周囲の全員を眠らせ、部屋への道を切り開いたのだった。これで部屋の中に入れるね。うっそーん、何そのエラーって